えー、おはようございます。画家のギソです。第379回の鬼公評会を始めたいと思います。この鬼公評会は、おっさんが皆さんから送られてきた作品にピーチク、パーチク、バレバレバレっていう企画でございます。皆様からの参加をお待ち、お手直しとかする、ね、企画でございます、えー。こちらの作品からいきたいと思います。飛鳥さん北海道 えー、会の夏休み6号。大切なおいっです。えー、この夏はちびっ子大集合。えー、しばらく家が託児所状態になって最高に楽しかった思い出をキラキラに描きたいと思いましたが、相変わらず子供っぽい感じになってしまいましたと。追伸ジャイアンツおめでとう。ありがとうございました。本当にもう、あのー、ね、えー、北海道もファイターズがな何年かぶり、えーね、伊藤博美君がすごい。14勝、今何日 ?10 月の3日現在、14勝3敗か4敗で、 あのジャイアンツの菅野君ばっか見てましたけどね、最多勝取れそうなんですね。えー、クライマックスシリーズ進出で盛り上がってますということです。すごいですね、ものすごい、じゃあもう子供たちがいっぱい集まったんですか、あそこ、あの辺にね。<laughs> いや、楽しいやろうな、めちゃくちゃ楽しいやろうなっていう感じがします。これ、ブルーベリーかなんかを取ってるのかなブルーベリーは夏かなどうなんやろうね、なんかこう、そんなん取っているんかなっていう感じがします。 非常に飛鳥さんらしいい作品やなと思いますこれもまた癖出たねちょっとねもったいないねあのー、白い色をボンボンボンと置いているところがこうまあこう写真やからかもしれんけど本物見たら違うんかもしれんけどちょっとこう生の白をトン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 と置いてしまったのがこれがねもったいないですねやっぱこう明るい中の色みたいなのを明るい えー、髪の毛の中の色、葉っぱの中の色というふうにちょっと置けてくると、おこうもっともっと良くなったんやろうなというふうに思うんですね。惜しかったな。えー、髪の毛のとことかを今いじってみたり、ね、葉っぱの中の、まあ、生の白に近いところもあっていいんですけど、ちょっとそれが多すぎるんよね。多すぎる。 ちょっとその辺がもうちょっとここの色の中で見えてくるというのがもう少し見えてきてほしいのと、せっかくこの上から目線のこの、なんていうのね、ねあの上からマリコさん的な感じですよね。何やそれって感じですけど、えー、あの人も福岡やんな。な,んかなかったですか ?AKB の歌で。上からなんちゃらみたいな。 でちょっとこうなんかあのー、前にあるこう空間と、えー、下にある空間とみたいなのがちょっと描き分けれてきても面白かったんやろうなぁと私なんかやったらちょっと作為的に、えー、少しこう上からのこの辺からはもっともっとこう下の方にもっとあって、えー、例えば、えー、下の方のこのブルーベリーより下のところの <laughs> 光ってる色みたいなのもうちょっとあえて落としてあげることによってブルーベリーみたいなものを持っとる何かわからんっていうね黒豆かもしれんしんな何やろうもうよくわからんけどままたた北海道行きたいなりますわねやっぱこうアイデンティティの強さっていうのが、あのー、非常にこうまあ住んでいる地域性はまあよくこう話に出る個性を出すっていうのはやっぱすごい難しいじゃないですか。 どうしてもね今のこの情報化社会において、えー、ち,ょちょっとだけいじってみましたけど情報化社会において、えー、と人と違いをつけるっていうのはすごくこう難しいことやと思うんですよ。まあ例えばあの個性を出しましょうみたいな言うてもなかなかこうそれってすごい難しいけど住んでいる地域とか今のこう置かれている環境例えば今やった飛鳥さんやったら子育てをしているとかっていうこととか。 そういうことによって人との差異をつける、違いをつけることができるわけですよね。僕なんか、あの、北海道なんか行くと、あの、ぶしゃーっとした雄大な、特にあの、東、あれは、えっ、ー、と、道東地区あたりになるのかな道東地区あたりの、なんかね、めちゃくちゃ広いんですよ。本当に。で、 まあ正直なところを言うとあの北海道で言うとやっぱ札幌とか下の方あの函館とかああいう,こう観光地的なところとはまた全然違った僕はあの雄大なパシッ ねあの雰囲気ですごい好きでああいうところでこうやっぱりこうなんか生活をしているとそれはやっぱり全然こう日本の国という中でも石垣島に行ってみたり奄美大島に行ってみたりとかするとまた全然違うんですよそういう住んでる地域というものでやっぱりこう人との再生違いっていうのをか考えてあげるということもすごい個性を生み出すための方法の一つやったり。 アスカさんなんかね、生まれの場所とかも聞いているので、もう全然違うじゃないですか。生まれた場所はもうまさにね、あの、すごいとこ飛行機飛んで、飛行場があるところですもんね。二 <laughs> 人だけの会話をしているという。で、そういうことの違いみたいなとかで、こういうふうにこう出していくという、だからアスカさんはそういう点ですごくこうできているなというふうに思いながら、ちょっとこう悪い癖としてこの白いものが、あちょんちょんちょんと入っていくのは悪い癖ですってっていうので、 ちょっとこの白押さえてあげました。ちょっと覚えておいてください。ちょっとね、その個性を出すって難しいけど、ちょっとこうね。えー、はい、次の作品行きたいと思います。こちらの作品でございます。ちょっと昼寝し、2時間も昼寝してしまった。ち <laughs> ょ風邪ひいてしまった、えー。ローデンブルグの赤い壁と、ロエダーモンっていうのかな。 えと透明水彩、えー、キャンソン1ミリ厚ツ、3 5け2 2センチ、えー、終わりの三流もさん親戚からもらった写真をもとに描いてます。その写真は余計な看板など邪魔なものがいくつかありました。また奥の門もこんなんには見えませんでした。あ、結構ね、あれかもしれないね。<laughs> 邪魔なものはカットしました。ネット上の同じような写真から参考にして、門がよく見える構図で、光をもらった写真そのまま再構成しました。実際にこの場に立っても、この絵のようには見えないと思います。 これををエスキースキに油絵を制作中でですすだそうですなんかこうなかなかこうスピード感のあるあの作品でなかなか面白いんじゃないかなというふうに思います。ローデンブルグねローデンブルグドイツですよね。行ったことないよな。なんかねちょっと羨ましいなと思います。 まあ、あの、どんな感じの油絵になっていくのか少しこう楽しみやなと。ちょっとこう、まあ、ラフスケッチっていう感じで捉えてあげると、まあ35、3 5二2 2センチやったら非常に良いのかなと思うんですけど、水彩画という作品性となってくると、これもなんか一つの色に頼りすぎている茶色ですね。 茶色に少し頼りすぎているところがあってそういうところが少しもったいないなと焦げ茶色みたいな色が非常に多くなってきて暗いとことなると今度は焦げ茶色みたいなまあローアンバーこういうところに入れていってる色とかも全部こう焦げ茶色みたいになっていて影の中とかも少し焦げ茶色みたいに見えてしまうところがちょっと残念やなというふうに思いますもうちょっとこっちいろんな色みたいなのが見えてきてもよかったのかなと思います まあ,あと影の色なんかももうちょっとこう複雑な色味みたいな感じでえなってきたりとかしてえもう良かったのかなと影の色の中とかでもちょっとこう今回のは特にその焦げ茶色病とでも言いましょうかこれよくあるんですけどねあのく 黒い色使ったあかんっていうことでローアンバーをじゃあそれの代用品として、えー、使われがちな人って結構いてそうするとお今度はローアンバーばっかりにこたえをって暗い色が、えー、と全部ローアンバーに見えてしまうというようなあ現象になってしまうという人は結構いたりするのでまあそのあたりはちょっと注意されてもいいのかなと思います。 まあね、現場で私もいこの1ヶ月後、今月末ぐらいに、さあ,あね、どんな感じに、まあライブ配信とかちょっと難しいかもしらんけど、えー、どんな感じにあ,あれなるのかちょっとわかりませんけども。 でも今、羽田発ってあるんですね。めちゃくちゃ嬉しいなぁ思って、ああ、成田までいかんでんやと思って、めっちゃ嬉しいんですけど、おまあ、少しだけ色、ほんの少し見えにくいですけど、変えてみたりとかしました。まああの、ちょっとそのあたりというのは、自分の中でこう、じゃあ水彩画を作品性をちょっと高めていかな、あ行こうかなと思った時に、どういうところが、あとはこう、筆のこうスピード感みたいなのもちょっと似ている感じがするので、ある程度のこう、 シャ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 っていうスピード感もう少しこうじっくり行くところとかこう、えー、その色の中でちょっといろんな色を試してみるところとか1回の色をね試してみるとかいろんなところが少しこう出てきてもいいのかなと思います、まあ、次回とかもあんのかなもうこれで終わりかなちょっとわからないですけどねまた海外ツアーもねまあなんか日本の国内もやりたいとこなんですけどね ねはい、次の作品いきたいと思います。 えー、こちらの作品でございます。おいいですね。福岡のおかちゃん、ハ、え、ス、ー、の花ー、ホルベインと名水彩、ワーグマン、えー、F6 5鬼公表3回目の参加、えー、になりますと、福岡城跡のお堀に咲いていたハスの花を描きました。同じ位置から横と縦の写真を撮っていて、えー、両方で描いてみましたが、縦の方が奥行きが出ているような感じで、いい感じだったので、こちらを提出しますということでございます。 あのやっぱり水彩すごくこう、まあ、粘り強くこう描いていくタイプの人なんやろうなというふうに思って非常にこうなんかね好感が持てますよね奥の方がこう奥行きがこう出ていて確かに構成的にも手前からこう奥にこう抜けていくような空間感の出し方みたいなのは悪くないかなというふうに思うんですけどちょっとあんまりむしろぼかしすぎてしまっているかなと思います。まあ、ここまででぼかかさんでもいいかなと なんかどうしてもこう奥やから奥やからっていうのでこう写真的なピントが合っていないような感じをわざと使ってあげて奥に行けば行くほど少しこうぼかして書いてしまっているところが、まあ、ちょっともったいないですね。あ,のある程度こうか描いても周りの,その色によってそこの近くの色とかによって、えー そこのぶだからある程度暗い色で描きながらも周りにある色みたいなのがですねでちょっとその辺がこうもう少しこう奥行きの出し方みたいなちょっと写真的な表現だけではないよ描き方みたいなのも少しこれぐらい書いてあっても奥には見えるはずなんですね。 あるんですよということを少し学ばれていってもいいかなと思うのと次の課題としてはなんかこうあんまりこうちょっとこう。 絵の具をぐちゃぐゃゃやりすぎてててしまっていて確かに細かい描写はできているんですけど少しその水彩絵の具の持っている色の美しさみたいなのが若干損なわれている感じがするので止め際みたいなことはあ少しこう止めるところは止める一層で終わるところは一層で終わるみたいな止め際みたいなことをちょっとこう自分なりにこう研究されてみてもいいのかなと思います。ぐぐちうちっととしてああるところもあったり ぐちゅ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 っとしてあるところもあったりそうやないところもあったりみたいなこう緩急みたいな、えー、リズムみたいな少しだけ抑えたような状態にしてみましたけどそういうこうとどめるとことそうじゃないところみたいなリズムを少しつけることを覚えていかれたりとかするとすごくこうもっと良くなりそうな感じがします。 やっぱこう完成させようとする熱意みたいなのは絵からすごい伝わってくるのでそのこう熱意みたいなのは非常に好感持てるので。 そうういいいいっったところってののはあの必ずいい方に行くかと思います逆を返せばその止め際みたいなところみたいなのを間違えてしまったりとかするとやりすぎてしまうみたいなことにつながってしまったりこの画材というものを使っているという意義意図みたいなものが少し弱まってしまうということがあったりすると思うので。<laughs> なんかもうちょっとこうビビットな方がいいかなとか、えー、生の白に近いようなところがもう少しこう、えー、あった方が本当は良かったのかもしらんなとかっていうこととかに、えー、ちょっとこう気づけてきたりとかするとお次のステージへまた進んでいけるのかなと <laughs> 思ったりとかしますぜひぜひ頑張ってください、うん、子供らの風がきようやく映りました次の作品こちらでございます <laughs> アンコロ持さ岸川、えー、鉄橋を渡ると国鉄113系電車これね昔を走ってましたよね F65 アルベリアを水災し草壁透明水彩チューブ5分2007年3月17日は悲しい日でした今から17年前 大113系、115系の電車が JR 東海内え管内の東海道本線から完全、あもう完全にこれ、引退してるんやねえ、引退までの1か月で取りだめた写真から描きました。追 <laughs> 深沼津の黄瀬川橋、えー、は、えー、鉄道写真の有名な撮影スポットです。晴れていればあ、橋の奥には富士山が見えますが、この日は薄曇りで富士山見えませんでしたので、思い切って空の部分は切りました。 えー、有名ななとこここんですねここねもう昔この電車よう走ってましたもんね一番よう見たなんか逆に言うとなんかあのー、キャラクターで言うともうスライムみたいな感じでねしょっちゅう見かけるからと思ったけど逆になくなってしまっても僕はもう関東地方から離れた後やったからかえー、あそうなんですねいや非常になんか思い出深いじゃあ今あの髪焼きの写真かなんかかな もうデジカメが出だしてはいるかという感じ2007年やったらそのぐらいか今から17年ぐらい前ですねという感じでございますけども、まあ、ちょっとだけなんかこう目が散漫にこう散ってしまうところがあって、まあ、もちろんここが主役になってくるのは分かるんですけど2番目の主役とか、まあ、3番目の箸とかちょっとこういろんなものの要素があの全部丁寧に書いてはいるんですけどお後ろの緑とか。 ちょっとそこがこうバタ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 しているなぁと思うのでもう少し順位立てて考えてあげてこれを例えばこのこいつを見せるためにじゃあその周りはどうするのかなぁとかそして箸なんかはどうするのかなとそこからこう手前の写っているのはどうするのかなぁとかってちょっとこうその辺の順番立てみたいなのを少しこう頭の中で寝て2時間も寝てしまったばっかりに。 ちびたちが帰ってくるという羽目になってしまいまして申し訳ございませんいつもだいたい3本ぐらいは取るんですけどねちびたち帰ってくるまで2本目で「下田」「下田」とか言うああ帰ってきよった、ね、部屋まで来ないことを祈りましょうね、えー、しょっちゅう来るのでねあいつらねうわーって入ってくるのでねヘラ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 して入ってくるのでね それちょっと注意しましょうね。幼稚園行いてくれてるからね、こうやってこうあの日中から録画できるんですけど、ねね、寝過ごしてしまった。朝2時ぐらいからこう起きて仕事してたんで、それでね、あのメンバー限定のやつ撮ったりとかしてたんで、よいしょ。ピュー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 。お、聞こえますな。 少し周りの森のところをまず暗くしてみました。それだけでもちょっとこう印象変わるんじゃないですかで。例えば手前側のこの緑も確かに枯れた葉っぱやったかもしれんけど少しこうもうちょっとこの鮮やかさみたいなのをほんの少し出だしの段階から押さえてあげたりとかすることによってこの百獣南系がもうちょっとこう見えてくるかなと。 こここここ今直しましししままたよここちょっととワントント落としましたでこういうのをもうか書いてる途中からできるかどうかなんですよね難しいでしょう要はあのまあ富士山がもう,もう見えてへんっていう状況を作ってやるわけやから <laughs> まああのあ、まあ、まあ富士山とかはあまあそれもねこう有名な富士山ってすごいですよね。 ローソンと富士山だけで人観光客がぬほど来るんですからね外国の人めっちゃ批判たんですよピュッピュッそうするとどうですかだいぶこう見え方が変わってくるでしょ <laughs> でこういうふうにえっ、ー、とどこ見せたいかによってそこの色とかそ,その界隈とかの描き方っていうのは変わってきますどうですか ね、っていうような感じで、えー、絵作りをこうちょっと覚えていかれると少しもうこういうの反転とかさせてあげたりとかすると自分が見えてる見え方と違う見え方をしますので、ねえー、画面とかを反転させて見てあげるとほらどうですかどうですかこういったことも少し覚えられていってみてはどうでしょうかはい、えー、次の作品こちらでございます だんだんと涼しくなって体調管理失敗しました。完全に <laughs>。名古屋のターコさん、なし油絵サムホール。なしをいただき描いてみようと、これななしね、思いましたが、難しいです。工房展で構図が惜しいと先生に言われたので、構図もいろいろ考えて並べてみましたが、やっぱり難しいです。まあ、サムホールのサイズになってきて、ねあのちょっと写真が今回のなんかあれだったですね。<laughs> あの、えー、どんどんとこう書いてそしてこのクマちゃんがいて、まあ、でもこれはそんなサムホールの中では悪くはないと思うんですけどちょっと色味がなんか寂しいですねなんかね下に置いたこの茶色っぽいやつがもうちょっとなんかベルベット調でほんの少しでもこう赤く、えー、例えば見えてくるとかですね <laughs> なんか構図というのももちろんあるんですけどこの梨をどうやって見せたいかなっていうための演出として、えー、とこの布というのが存在したり、えー、このクマちゃんがいたりこのなんか、えーまあ、背景も真,真っ青というのも、えー、ちょっとこうなんか難しくしている要因の一つあ、まま、真っ暗あにしているところもちょっとこう難しくしている要因の一つかもしれませんよね。 少しだけこう、後ろのライトなんかをもうちょっと気持ち明るくして、下の色を少しこう、例えば赤い色とかを持ってくるだけで、この梨の黄色みたいなのが、ちょっとフューチャーされてくるというか、そういう見え方をするかもしれませんし、まあ、あの、後ろどうないぐらいかな、なんか <laughs>、 全くの黒ではなくて、えー、少しこう例えば色があるような感じに描いてみたりとかするとどんな感じに見えるのかなとか、えーまあ、こういうのはやっぱりプランニングエスキスの段階で、えー、少しこう考えてあげてもいいのかなと、ま、全くの暗,暗いのじゃなくてほんの少し色が差し込まれてくるだけでも、えー、明るさが差し込まれてくるだけでもこうお違って見えるぜという感じに気づいてみたりとかですね。 まああの構図ということだけではなくて、えー、やっぱりこう後ろ後ろはもう黒でベタ塗りと決め込んでしまうわけではなくてなんかね、えー、せっかくやったらなんかこう前を演出するためにちょっとこうグラデーションかかっているよとかなんかこんな風になってきても考え方として入ってきてもいいのかもしれませんので、えー、こういったのを少し参考にされてみてはどうでしょうか。 こういういのはもうと背景なんかこれでね4分の1まではいかずともそのぐらいの大きな面積あるわけですから初めからやっぱりこうどういうふうに書こうかなっていうのただ「黒」っていうだけじゃちょっと厳しいかもしれませんね。はい えー、ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価い出してみませんかこの鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録が必要となります。このメンバーシップの会員登録は本チャンネルの方で詳しくはこちらの動画をご覧いただければと思います。えー、QR コードからも概要欄の方からも、えー、見れますのでよかったらしっかりご覧いただいてわからんかったらあーメールいただければと思います。いろんな特典があります。そしてスペシャルサポーターというのも皆様からのご支援によって成り立っているチャンネルでございます。そして鬼 ご紹介は皆様の作品がないと成り立ちません。ぜひぜひ参加お待ちしております。それでは本編またどうぞ。次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。えー、ドリドリママさん、えー、商店街のワイン酒場、オイルパステル F6 号、地元の大門商店街をスケッチしました。あ、これ現場行ったかなここはシャッターが目立つ通りで、えー、土日でも閑散としています。そこに赤いワイン居酒屋がオープンしました。 あーガーリックの美味しい匂いがして、えー、食欲と戦いながら描きました <laughs> カラフルな色使いで、えー、純日本的な商店街が外国みたいになりましたさて帰宅後夫からこの絵は有名画家のマネみたいと指摘されガーンとなりました潜在 <laughs> する えーとおーどうか潜在的に好きな画家に引っ張られたのでしょうかどうにか自分の絵にならないかと何回も過失しましたこのありがちな構図がダメなのかまねって簡単に陥るのだろうかオリ,ジナルオリジナルって難しいいやそんなこと考えすぎなのかとぐるぐる迷っていますよろしくお願いしますと追伸比較するのがお世話多いですが佐伯雄三の影響を受けた絵のようになってしまいました いやこれねだからまあマネはいかんというのは言うてるんですけど影響は全然僕いいと思ってるんですよどうしてもこうなんかだいぶこう皆さんのこう考え方でマネっ,っていうかもうまんま書いてたりするんですよ <laughs> でも全然ちゃうじゃないですかちゃんとこう現場に行ってスケッチしてこの構図とかはやっぱり <laughs> 裏路地書いた あーゆとりろであるとか、えぇ、ー、おぎす、うー、高典えー、さんであるとか、えー、で、最伯雄三であるとかっていう、やっぱり代表選手たちがいて、僕もやっぱ裏路地シリーズみたいなのを書きますので、どうしてもその構図というのは、えー、何気ないこう、日常というのは、 あるでやっぱり自分がこうやって見つけてきたものをまあそのまあ潜在的にあるものから引っ張り出して描いているのはマネというわけじゃなくてそれはこう影響なので全然悪いことじゃないしそれはもうどんどんされた方がいいぐらいです問題はもう平面の a から平面のものに移すこととかっていうのは絶対よくないということ僕は言うてますだからあの現場でなかなか面白いですよねあの でこういうこう閑散としたシャッター街みたいなのがその わアイデンティティィなわけですよ日本っていう国の今の惨状、えー、ということで少子化であるとか何であるとかっていう惨状であるとかっていうことを表している部分でもなんか若いね、えー、と人がもう頑張って新しい店を開くぞと思ってえやったのかそうじゃないかわからないけどすごくこの閑散とした商店街ここに書いてある文章がその通りじゃないですか地元の商店街でスケッチシャッター通りが目立つとかっていうことがドリ ママさんにとっってのアイデンティティィであたり自分がいつも見ている情景状況やったりするわけやからそれが一つの個性なわけですだからこの調子で全然やっていっていいのでもうあの,あの動画でどこかを局部的にとっていくとそういうふうなこう影響を受けるかもしれないですけど僕だって好きな画家の影響もちろん受けてるわけですよ。でそれを飛躍的な 緩やかな解釈としてじゃあこれもええやんこれもええやんこれもええやんっていうことで、えー、有名な人のそれをそのままトレパクするとかっていうことまでいいというふうな判断をしてるっていう人がいるとそれと今回のこれは全く別のものです <laughs> 全く別のものですあの私があの動画の中で紹介して、まあ、メンバー限定の方では実際に作家さんのあれを見せたと思うんですけども あれは完全にもう形輪郭ほぼほぼっていうか全部同じじゃないですか？ああなってきたらあからよって言ってるんですよ。 この調子ででやらられたらいいと思うんですけどなんかねドリドリママさんの良さみたいなのもっとこうペンとかなんかが入ってきてもええのかなと細い線とかでギュッとこう書いてあったりこう勢いのある線みたいなとかをグッといつも入れていくようなところとかもあるのでなんかそういう,こう線みたいな要素とかも入れたりとかしていってもいいのかなと思ったりとかしますけどね。もしあのの動画ででそういった感じで自分の表現がなんか 全くのオリジナルでそれはもうねこれだけの情報化社会の中でそんなもん出すことができるわけないやろうとか言う人はいるんですよ。 それはまた極論の考え方でいやいやでもその人の目線とかあ要はインターネットの情報ではないものから引っ張り出した自分のしっかりした肉眼とか自分の体を使って、えー、見つけ出した情報今住んでいる環境とかそういったものからやっぱりねあの人と違うものって生み出すことは絶対できるはずなんですよ。ああいうふうになんかこういう人たちっていうのは僕は本当にこうあ ね、もうオリジナルなんか今の時代作れるわけないやろうという人がいるんですけどうわさしい人やな <laughs> と思って見てたりとか全部こうダメやダメやっていう風にこうに捉えていってしまってこの人たちは多分すごくこう結局何も挑戦せえへん人はなんやろうなと僕らが思ってしまう思わないなと思って別にと思って関わらないようにしてるというだけなんですけどね。 いう例えばちょっと白いねなんかこう線が入ってきたりしてもかっこいいかもしれないやないですかドリドリママさんのなんかこう線的な面白さみたいなのもこのちょっとパステルだけなのかなえー、やったらちょっと出てこうへんのでうまいこと併用とかしていってもおもろいのかもしらんなと思ってちょっと入れてみましたこの調子でやってくださいぜひぜひねはいはい次の作品行きたいと思いますえー、こちらの作品でございますお この3枚目ぐらいか。あ、めぐみさんですね。え午後のひととき、透明水星 F6 号。のんびりした午後の時間を描きました。テーブルの後ろに暗い部分がすっきり描けず、えー、手が入りすぎました。暗さの中にある明暗が難しいです。小木戸先生の動画には学ぶことが多くて、毎回いい勉強になっていますえ。自分でも試してみたいことがたくさんあ絵を、えー、描くことが楽しくなってきました。 いやこの方本当に水彩うまいですよね。もう前、前回もそうでしたけど。今回なんかちょっとこうなんかね、こう解像度の問題じゃなくて、おそらくこれ手ぶれやと思います。ちょっとぶれてしまっているところがあって、映り方が少し悪かったので、ああ、もったいないなっていう感じがしますよね。で、あの、右の下の本の本、これがこうちょっとこの、 エッジがが少しし強すぎたんかなという感じがしたちょっともったいないことしたなぁと思ったりとかします。でまあ、あの今のところこのパターンというのが若干こう前回もちょっとこのパターンやったような気がするので、まあ、逆光気味の花、えー、窓辺かなんかに置いて花みたいな感じがあって。 あパターンなんでまた違うパターンもぜひぜひ見てみたいなというふうに思いますもしかしてこうなんか背景に暗い布かなんかを引いてみたりちょっと鮮やかなモチーフより鮮やかなもの要はモチーフがどちらかといと鮮やかで背景とかが色彩を落としていくパターンみたいなんてそこまで難しくないわけじゃないですか主役になるものは鮮やかに描いていけばある程度こうできてくるというところがあるので逆のパターンもあって面白いわけですよね後ろの方 に鮮やか絵の具を置かなあかん状況とかでそういうパターンの絵とかもあって面白いかもしれないなとか思ったりあとは物というもので、えー、これは花というものを描いているわけなんですけど花というものではなくて何かこう現象 例えば今やったら下に落ちている影とかねなんかこう、えー、ガラスから透けているとかなんかこうそういった現象みたいなものとかに、えー、種を持ってくるような絵があっても面白いのかもなとだからいろんなこうアプローチの仕方があってでそういう,こうところというので着眼点とかあ構図の置き方とかっていうことでやっぱり人との違いとか個性とかっていうのを見いだすことできると思うんですよ。ガラス1つなんかでも ねえっ、ー、と街歩いて、えー、骨董品屋に入ってみてねこういうガラスが面白いもんだなとかっていうのを見てみたりとかねえー、こういうあれがええかもなとかで見てみたりとか、えー、あのー、ね <laughs> <laughs> じゃあねえよ下 <laughs> <laughs> 下ででまま出出ててくれててくれれへっ <laughs> っていうのとか <laughs> えっじゃ画像飛んだぞ。 ね、そういうなんかこうところとかもなんかねそう,うそういうこととかも着眼点を追い聞かれてもいいのかなと思いますあ触らんお兄ちゃんカメラ触らんという感じでちょっと絵のことではなくてその絵を描くにあたってのアプローチのお話でございましたこお兄ちゃんシワシワをつけたらこう下行ってておっ砂 <laughs> すみません編集編集するのが大変なんで時間が次の作品こちらです笹葉さんです軽井沢高原ゴルフコースうわいいですねゴルフコース行ったんですか1年前の秋に白馬地区にの庭で、えー、見ていただいた絵を描き直したものえ こんなんあったっけええー、ですと。ねえ、険しい顔で絶句し固まった先生の姿がありました。<laughs> そうやったっけ <laughs> あれからあ5枚描き、そんな顔した <laughs> ?4 枚目です。少しは風景に見えるようになってきたでしょうかうわ、これは素敵ないい絵じゃないですか。なんか笹葉さんはやっぱり僕は何度も言うてるんですけど、色の人やと思うので。 あのすごくこう感度が高いのと色をいい状況で止めることができるのでいやこれすごくいいですね。はじめにこれなんか書いたのかななんかペンの線かなんかこれは 特に地面とこうい,いらんかったような感じもするなぁとなんかこういう線入れるんやったらなんか色のついたペンでもいいかもしれんねちょっとこれがなんか強すぎるような感じがしてただもう本当にこの辺のこう森の描き方とかね緑の奥行きとか前後関係とかっていうことを出すことではなくてあの色をし一個一個に対して、えー、自分のなんか 素直に、えー、置いていけるところというのは非常にこれはあのー、強い武器になりますし非常にいい作品じゃないかなと思います。非常に綺麗ですよ やっぱりね笹原さんの良さはここですからねなんか立体感をゴロッと出すぞとか写実的にどうやとかっていうことじゃないと思うんですよ。でそれがでねもちろんできることによって何かメリットも出てくるかもしれないけど逆に自分の良さがこう削られてしまうということも起こるかもしれないのでいや非常に良い作品やなとな,なんか、うん、あのー。 ねあの悪口を言うところがないような作品やと思いますよ。木の描き方がすごいいいですね。松なんかと思うんですけどなかなか今までの皆さんの松とかとはまた違う。松かどうか、ま、真ん中のはちょっと分からんけど右の方は松なのかなんかやと思うんですけどそれでもなんかすごくこう松に見えてくる。いやーいいですね笹葉さんの。 あこれゴルフしてるのかな犬の散歩かななんかわからんけど、ね、消したくなるけど、今回は消さんでいいかなぐらいのこう書き方かなと思います。いや、非常にこの作品いいと思いますよ。わ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。こういうところも、こういうところもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ま何も言うことないです。あの、この調子で、ぜひぜひ。絶句したやつあったかな <laughs> 全然記憶ないな。<laughs> いい作品だと思いますよ。これはもう笹葉さんの良さが。人物をちょっと描きたくなって描いてた部分もあったけどあれはどっちかっていうと頑張って写実的に寄ろうとしてなんかこうねどん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 顔の色が茶色になっていったなっていうところはありましたけどねこちらの方が絶対いい武器になると思います。 はい次の作品、何もほぼ言うことはありません、こちらの作品です、おお、これも綺麗な、おちゃんてとさんですね、ウォーターフォード中目 F2 号お、我が家の兄ちゃん、えー、透明水星ホルベイン、4月に家でしたきり帰ってこない、えっ、そうなんですかあ、そろそろ諦めムードです、どこかで幸せに暮らしていることを願って描きました。 あいろんなことに手を出すのが好きでなかなか自分のスタイルが定まりません、えー、今回は先生のおっしゃったように面を意識して描きましたついつい塗り重ねたくなる気持ちをググっとこらえましたよろしくお願いいたしますということでいやーなかなかこう綺麗ですねあのですねいろんなことをアクリルとかやったりこういうのやったりとか全部連動しているように見えますよなかなかここまで、えー 潔くあのそしてこうなんかかみとかもねこういう,こう中に入ってきて光が入っているとかグググッとこう書き込んである部分とかっていうのとか2層ぐらいで収めているところとかなかなかこうできたことではないのでやっぱりいろんなものを連動してあのやっていることによって、えー、それがいい影響にこつながっているような感じは僕は十分に見受けられますけどね。 八木人がああ,あもしかしかてすごい素敵なところにねあれなんですよチャンテドさんのあのー、もうね海もすごい綺麗な海の近くでねもうんとねあのヤ、ー、ギもあれできるしねぜひぜひ私のこう YouTube 皆さんご覧いただいたら。<laughs> メンバーシップなどで、えー、メンバーシップじゃないよ、ライブ配信などで見ていただけると,ちと、ちゃんとちゃんとさんのあのー、お住まい界隈のやつもありますので、お住まい界隈っていうか、あの島ですからね、はい、顔、このぐらいだったらどうかなと思ってね、このぐらいまでの明暗までいけるかなとふと思うたりしたんですよね、黒猫っていう感じにちょっと見えなくなってきたんで、えー、少しですね、黒猫という感じで考えたとき、これぐらいまで、もう最後の最後は、なんかこれぐらい。 今でこう言ってもいいかもなということで最後の最後。 わあニャンコロチーね。皆さん今度ライブ配信でニャンコロチーをやりたいなと思ったりするので、ここで言うても僕すぐ忘れるからな。またね、ニャンコロチーの写真を提供して生きていただける方おりませんか <laughs> おりませんかとか言うてね。この間ワンコロチーね、面白かったですけどね、ニャンコロチーの。こんなん書きたなりますよね、こんな黒猫ってどうやって僕描くかな。なんか皆さんの方でもし、ちょっと忘れそうなんで、あのー、ニャンコロチーの写真もまたね。 結構何枚も78枚から10枚くらい送ってきてもらいますけどね書けるのでなかなかないんですよはいこれぐらいまで行っていいかなとそうすると顔というものがだいたいこう、えー、暗いものかなと思ったらこっちの方までだいたい人は想像してくれるんで心のとこから体の中までこういう感じでこう書いていたりとかするとちょっとこうせっかくのこの滲みとかもこうね なななにじみとかなくくなってくる気しませんこうやってこう透明水彩みたいな感じでこう書いていくとうるさいでしょどうですかうるさないですかもうねこれぐらいでええんちゃうかなっていう感じがしてくるなともう逆にこれぐらいのこうえー、感じでスポンとこう見せてる方がええんちゃうかなっていう感じがします手のここの書き方いいですねこれすごいいいですよ ちちちょょょんんんとここの辺りとかもちょんちょんちょんと書いているだけによってなんかこうそこに足があるんやな手があるんやなっていうのを想像させてくれるみたいなところは非常に良いと思います。 それもいろんな画材も使ってたりいろんなモチーフ描くことによってで他も連動してよくなるって間違いなくあるんですよ悪くなるような感覚に陥ることもあるんですよ全然初めてやるようなことってなかなかできなかったりするんですけどもう透明水彩は今まででこれントツでくなりました。 はい、次の作品です <coughs>。最後かな。こちらの作品でございます。いつも勉強になる動画ありがとうございます。竹下ゆ子さん。レモン、えー、画材、ストラスモア、紙、えー、鉛筆、2B、B F H H、F、2H、5H、三筆、消しゴム、ティッシュ、えー、コンパスのようなもの、なんやろ、コンパスのようなもの。あ、こう、点点点打ったんろな。えー、と 19×24cm、えー。作品への思い。レモンに当たる光と影を に見せられましたあ先生の以前の講評を念頭に取り組みましたがなかなか思うように描けませんでした。レボボボンのくくぼぼみみをを表現をくぼみボコボコご教いいただければと思いますこれやっぱりこうなんかねこうやってなんか色のついた点を打つことは難しいんちゃうかなとやっぱりこうなんかあのへこませてあげるしかないかなと思うんですけどいいところはあの ここの影の中の描法描き方みたいな悪くないと思います。もう悪いとこダントツで回りです。ここは確かにこういろいろこう試しながらやっていかなあかんのやろうなというふうに思うんですけど、ダントセ回り。もう汚い。汚い。<laughs> 汚いねえ、デッサンはもう顕著に出ますよね。で、やっぱりこう、えっ、ー、と、どう言ってんのかな。少し このタッチがですね形そいそい病に見えてしまうようなところがあるので「<laughs> 激オに出って言うてやったやからねでこのこ形そいそい病にこう見えてしまうようになってしもたりとかするとやっぱりねあとはもうなんかあのー、グラデーションとかもここまでつけんでもええのになというぐらいこう書いてあったりとかするんで。 形そいそい病発病中っていう感じがするのとちょっとこう手数を入れすぎてしまったのか、まあ、入れてもいいんですけどそのグラデーションやったらグラデーションですごいきれいにつっ描いてあげやんと汚い汚い <laughs> 汚いねえ汚いって感じがするい、うんうん、汚いって感じがする でここのところとかをで、ま、周りのところとかも本当にこうね形そいそい病に見えんようにこうどうしてもこう影と同じような形のタッチが多くなってきているなとか思うたらそういうところをこう直していきながらねレモンのこう落ちてる影のこの周りのところに入った白色とかもちょっと目立ちすぎやせんかなとかとにかくこれ周りがこう汚い。 <laughs> これはもういっぱい書いたからいいでしょうというようなことではなくやっぱりこう手数は入れてもいいんですがちゃんとこう美しくなっているかなとか描けているかなとかっていうのをやっぱりこうちゃんとこう客観的に見れるような。 感じで、えー、書いていって欲しいててっっししなとと思ったりとかしますこれでもまだなんか周りがこうごちゃごちゃとしている感じはするんですけどねだいぶこういじってきたからだいぶ変わってきたなっていうのはかるんじゃないかなと思います <laughs> まあここの本当ボコボコに関してはまあ鉛筆と紙で考えたら、えー、ある程度明るい、えー、まあ何もね,ね なんかへこませて、えー、と少しこう、えー、薄くかすらせて髪の白がポンポンと見えてくるとかそれだけじゃなくてこう消しゴムとかかい消しゴムでチュ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 と線点やるとかまあ鉛筆デッサンでの限界っていうのはあるような気がいたしますちょっと周りのとこね皆さんこう背景とか確かになんかやらんとっていう気持ちわかるんですけどごめんというところまで気をつけてやられてみてはどうでしょうか <laughs> ということで、第、えー、379回は以上です。はい、チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネルい。つもありがとうね。いつもありがとうん